はい、皆さんこんにちは、ワナルグルフジです。では今回は信長の大使パープキと斎藤家攻防記、続けていきたいと思います。辰王記に代替わりしてからですね、足利将軍家に睨まれ、謙信には攻撃を加えられるという厳しい状況が続いている中、さらに謙信軍3万3000が朝倉山城に攻めかけてくるという情勢になっています。これはどうしてもね、しのぎたいので、まずは信玄に頭を下げて援軍を要請しましょう。松倉山に1万3000利家がいる。義雲城は信長、正幸、いや、この3つの城から兵を借りるだけでもだいぶ変わる。軍馬900、城としよう。で、謙信は遠く新潟の方から兵をかき集めてくるわけだな。であれば少し時間を置いてから出陣しても先に着陣できるね。ギリギリのところで行きましょう。富田、山名に下った。まさか山名も我々に攻撃を仕掛けてくる気じゃないだろうな。我が領内に敵が迫る。一乗谷2600、まあ、一乗谷には2500の兵が入ってるのでこらえられるかな。では我々も朝倉山城に着陣しましょう。敵2万2000、味方3万5000。これなら勝てる。いくら、謙信とはいえ、1万を超える軍勢の差があれば勝てるな。辰王記は、馬鹿大名なんで、ちょっとここは外しましょう。で、石膏持ちの飯尾を入れて、光秀が3900を率いると。信長が2600鉄砲隊ですね。勝家。これは騎馬隊にしたいけど騎馬がないか。騎馬は確かに渡してしまったからな。で、久喜義隆が1700、利家が13500。これは大きいな。正純が2800、権兵衛が4600、長頼が1400、長近が1600。ちょっと確認必要だけど、長島から持ってくるぐらいだったら正幸出してほしいよな。ただ正幸は出れないというわけだな。であれば郡上八幡から成政を出す。これで決戦に挑みましょう。兵糧の減りが心配だからね、早々に決着をつけたいよね。一応アドバイスでですね、米を何かと交換したらどうかというアドバイスいただいているんですけど、何回か試してるんですけど、やっぱね、米はね、この弱り切った我々に少しもくれてやらんというね、そういうところが多いですね。なので、まずは謙信を退ける。一乗谷は、籠城戦で敵を退けましょう。先月の終始でございます。兵糧の減りが激しいな。いや、金も温存したい。金も温存したいぞ。山田の動きが心配だな。我々に攻めかけてくる可能性十分にあるからな。足利、畑、謙信、いや、三好、旧三好勢力、山名勢力も、どうだこれ。来る可能性あるな。後瀬山、清水山、後瀬山なんてもうすぐに陥落するな、この感じだと。最悪、後瀬山は捨てて清水山、金ヶ崎、ここに防衛ラインを引く必要がありそうかな、という感じがしますね。氏真が拒否。信玄も拒否。兵糧の話ですね。兵糧は誰もくれないか。私たちには。待機する。さて、ここで、一乗谷の籠城戦ですが、まあ、籠城は難なくこなせるでしょう。問題は謙信軍2万。我が領内に敵が迫っております。ちょっと待って待って待って。見逃してしまいましたけど。誰が迫ってるって、うわ。恐れていた。
恐れていた通りだな。これは畑軍だな。旧三好勢力が清水山に攻め寄せてくる。兵数は5000、3000、5000、600、5000。いや、ざっと3万を超えてるぞ。3万を超えてる勢力が清水山にやってくる。いやー、厳しいなー。まずはここ、確実に勝たなきゃいけない。上杉軍3万2000来週ですね。そうよ。ここは確実に勝利をつかみ取る。兵糧がもうないからね。ここで勝ったとしても、清水山が防衛できるかというのはまた別問題があるな。さあ、謙信軍との激戦になる。ただ味方もね、言っても戦国オールスター級ですからね。信長利家入ってますし、光秀もね、本陣を構えているという状態で、我々が罠を引ける状態でしょ。まあ、鉄砲水は当然のごとく引く。あとは軍施設で、まあ、陣を張っておきましょうか。こんなとこかな。で、一援攻もしましょう。基本的には敵を迎え撃つスタイルでいきたいので、陣の方、そして鉄砲水の方へと敵を誘導していきます。で、信長のね、兵力、そして、利家の1万3000っていう大兵力、これも活かしていきたいので、これらがしっかり活かせるような布陣に、ちょっと早速、陣替えをします。覚悟しろ。で、もちろん、当然なんですけど、光秀が、やられるというシナリオは一番あってはいけないシナリオなんで、光秀の前にはね、ある程度厚めに軍を引いておきます。兵力差、でも4000しかないのか。戦力上限2万2000の設定のはずなんですけど、なんだろう、なんか特殊な策、対明かなんか発動したか。いずれにしても当初の見積もり2万2000よりも6000も多い。増えすぎるんですね。逃しはせぬ。で、敵の動き。ご命令を覚悟せよ。ご命令を。行け、ゲチュ。始めるぞ。始めるぞ。ゲチュ。始めるぞ。ゲチュ、覚悟しておけ。命令してくれ。ご命令ください。まあ、上杉軍の突破力半端じゃないですからね。ゲチよ、覚悟しておけ。さあ、いいぞ、いいぞ。さあ、どこに来る？敵の位置はどこだ？見えているぞ。敵の居所、知れましたか？よし、確実に敵を削っている。このまま行くと、味方の右翼が久喜義孝、金森長近、3000、相手6000やってくると、踏みとどまれないな。ゴンベイを、増援に回しましょう。初家も、増援に回す。覚悟しておけ。ご命令を、覚悟しておけ。で、利家の1万3000も前へ押し出し、長吉も前に出そう。始めるぞ。で、信長は引き続き温存。敵の動きを見定める。越後二天柿崎、いや強力な武将が揃ってるな。敵も、ここで敵は謙信が短期やってくるという状況。だから謙信相手に信長とはいえな、普通にぶつかったら勝てないからな。
森永義を前に押し出しましょう。村井長頼隊はひとたまりもないので下げる。勝家、利家を前に出しましょう。ゴンベイも前へと押し出す。光秀がやられるとまずいので、光秀はそのまま本陣動かずというところでいきましょうかね。叩き潰せ。やりたい。前。謙信の狙いは長よりか。ゲチ。始め。ご命令。ご命令を始めるぞ。ゲチ。ご命令を。よし、前弁に引っかかってるな。謙信を長頼、信長、長吉で抑えてる間に敵の前衛部隊を壊滅させに行きましょう。ここで光秀も前に出る。キリンを発動だ。で、謙信が後ろに下がるようであれば、我々は敵の後衛部隊に備えましょう。謙信にね、引っ張られて敵の奥深くへ入り込む必要はないかなというところですね。全軍突撃を使ってきたが、これはちょっと一旦時間を止めて確実に様子を見る。全軍突撃してくるとはいえ、絶対に避けなきゃいけないのが光秀隊の壊滅だからね。光秀はちょっと自重します。吉木を壊滅させたな。吉木を壊滅させたら、吉家を前に出す。勝家も前に出す。ゴンベイで敵の右翼部隊を壊滅させましょう。よし、鉄砲水を浴びせて、その間になんとか耐えてくれ。森吉なり隊、森吉なり隊をちょっと相手にぶつけて、その間に信長と長頼隊で謙信を抑え込みましょうか。今のところまだ一進一退だからね。ご命令を覚悟しておけ。では光秀を前に押し出しつつ、キリンを発動させましょう。哀れな弱き者に死をもって報う。謙信が下がるようであれば、謙信への備えを置きつつ、信長は転戦。始めるぞ。ゲチ、覚悟しておけ。やりたい。前。柿崎隊が下がるようであれば、柿崎隊は置いておいて、こちらは戦場の中央へと押し出していきましょう。やりたい。前。やりたい。前。やりたい。前。ゲチ。始めるぞ。やりたい。よし、順調に運んでる。敵の一部隊が離脱。国清隊が線でこちらに向かってくるのか。この線を放っておくのは危険だよな。とはいえ味方にも余剰戦力はないので、始めるぞ。信長は謙信の抑えで精一杯でしょ。長吉、長頼も、ごめんなさい、吉成ですね。吉成と長頼も精一杯。
となると余剰戦力がない。このまま行きましょう。まずは敵を壊滅させる。やりたい前へ切り込め、叩き潰せ。哀れな弱き者に死をもって報い。ご命令ください。始めるぞ。全体的に有利なはずなのに、まだちょっとなんか危なさを感じるよね。やりたい。おい。吉成隊が壊滅するな。やりたい。前。今は引こう。長近隊も壊滅。引くぞ。ひっくり返される可能性がまだある。そういう危うさがあるな。さらに吉高隊も壊滅する。利家が火力を発揮してほしいとこなんだけどな。もうちょっとね、力負けするとはな。この戦全ては我が小中です。さてと、ここでまずいことに三井家が囲まれてるね。三井家の本陣が、三井家の本陣がやられるとそれこそ終わりなんで、三井家の本陣を救うためにゴンベイと利家の部隊を出しましょう。引きます。よし、戦況をひっくり返した。さらにキリンを発動する。これで敵を一気に壊滅させよう。始めるぞ。今は引く。ご命令。始めよ。負けると決まったな。油断したか。では剣心の本陣めがけて突撃を敢行します。ここから巻き返すのだ。まあ、味方も兵力だいぶ失いましたけどね。まあ、これででもしばらく剣心も我々への進攻はまあ難しいと、まあ、そういう状態になったと思いますからね。ではこのまま剣心壊滅させていきます。よし、三井秀式のもと敵3万2000を完全に、壊滅させています。ただ味方も2万の兵に損害が出ているというところで、残りの兵力が1万ちょっとかな。まあ武田軍の援軍がなければ負けてた戦かなと思います。利家、信長、まあちゃんとね働いてくれたのかなというところですかね。清水山城が持つのかだなぁとは。捕獲したもの。これは。豊用に応じるのだ。あれば豊用。で、いやもう兵糧がない。即時騎乗よ。即時騎乗。いやぁ、厳しいなぁ。兵糧がなさすぎる。これより表情を行う。これにて表情を。さて、兵糧不足の中、兵糧をいかにして調達するかですね。ここはしつこく周りの友好的な大名家に兵糧を背びりに行きましょう。無印の時の信長の野望大使とかだとね、兵糧をくれって言うと、
くれるパターンもあったと思うんですけどね。最近全然このパターンないですよね。交渉は。いや、ここは金を使うぐらいだったら、そうですね。神前に金を使うぐらいだったら、ちょっとでも米を買おう。ビビたるものであったとしても。ありがとうございました。ちょっと待ってから。山中の津山に2万。いや、兵糧さえあれば迎え撃つことできるんだけどな。いや、信玄を退けて、なお、持瀬山、清水山がピンチというこの状況だよね。いや、ほんとね、将軍家敵に回すとこのパターンあるんだな。くそ、山田め。頼む。誰か俺に兵糧をくれ。誰も兵糧くれないか。一条谷もどうなんだろうな。持つかどうかちょっと微妙な情勢だよね。あ、待って、水野取り込んでおけば兵糧が増えたかもしれない。迂闊だった。今のは迂闊だった。兵糧があれば、あるいは救われた可能性のあった命。迂闊だったな。一条谷が持つかどうか微妙。清水山も微妙。野瀬山も微妙。いや、本当に籠城がどういくかだな。持ってくれればいいけどね。上杉軍と北条軍が沼田で合戦。まあ、上杉軍もこんだけ出兵繰り返してたら、しばらく我々の方に攻めかかってくることはないと見ていいでしょう。清水山に敵2万5000。持ちこたえられるのか。持ち瀬山にも山名軍。2万。弱ってるとミリア。一気に攻めかかってくるね。持瀬山が陥落。全くと言っていいほど持ちこたえられなかったな。まだ7月夏か。兵糧まとまった数が入ってこないと苦しいよね。ご命令を。将軍家さえ潰せばこの苦境を脱せられるっていう状況だったんですけど、もう将軍家を攻めるための拠点の千瀬山を失ったので、順番としては山名を叩いた後に武部山攻めるっていうね、あの、一手間増えてしまったことによって攻略が後退してしまっているっていう、悪い状況。かつ清水山が今、敵に囲まれている2万5000の兵ですね。一条谷が持ちこたえられるかどうかはすごく微妙。っていう苦しい状況ですね。はい。ではね、ちょっと今回上杉謙信との一戦は勝利することができたんですけど、その後、持ち瀬山を失い、今なお清水山が敵に包囲されている。一条谷も危ないっていうね、苦しい戦いが続いています。何か皆さんお気づきの点あれば、どしどし、アドバイスとかコメントとかいただければ嬉しいなと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あと、アドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。